ジョン・ポール・クロフォードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、ロングビーチ出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のシアトル・マリナーズ所属。元メジャーリーガーのカール・クロフォードはいとこにあたる。フィラデルフィア・フィリーズ時代2013年の MLB ドラフト一巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級。 ガルフコーストリーグフィリーズでプロデビュー。A 級、レイクウッド、ブルークローズでもプレイし、2球団合計で53試合に出場して打率。308、1本塁打二21打点、14盗塁を記録した。2014年は、A 級、レイクウッドと A 級クリアウォータースレッシャーズでプレイし、2球団合計で123試合に出場して打率。八十三。 11本類四打48打点、24盗塁を記録した。この年は、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。2015年は、A 級クリアウォーターと AA 級レディングファイティンフィールズでプレイし、2球団合計で107試合に出場して打率。288、6本類四42打点、12盗塁を記録した。 この年もオールスターフューチャーズゲームに選出された。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2016年は A 級レディングとトリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスでプレイし、2球団合計で123試合に出場して打率。2 5 7本塁打、43打点、12盗塁の成績を残した。 2017年は開幕からトリプル A 級リーハイバレーでプレーし127試合に出場して打率24315本類が63打点5盗塁を記録したロースター拡大後の9月5日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしメジャーデビューとなった同日のニューヨークメッツ戦にて7番サンリイッシュで先発出場すると 五回表に女子スモーカーからメジャー初安打を放った。この年メジャーでは二十三試合に出場して打率、二百十四六打点、一盗塁を記録した。二千十八年は四十九試合に出場して打率、二百十四三本塁打、十二打点、二盗塁を記録した。二千十八年十二月三日にジーン・セグラ、フアン・ニカシをジェームズ・パゾストのトレードで、 カルロス・サンタナと共にシアトル・マリナーズへ移籍した。鋭い反応と強権、滑らかな早急動作の遊撃守備はマイナーでは駆使と評されている。打撃では選球眼に優れる。ありがとうございます。